一役の砂は、歌人、石川拓木の第一歌集。石川拓木序文を書いた、矢部の向く十こと、渋川源治1910年12月1日、篠目堂書店により書版が刊行された。拓木は、同年に、朝日新聞社構成係として、双葉亭全集の構成を行っており、9月に、朝日課壇が設けられると選者を務めている。同年6月に、 大逆事件が起こると、社会主義評論も手がけ、10月には、長男、新一が誕生しているが、間もなく死去している。序文を書いている、ヤブのムくジとは、当時の拓木の勤務先である、東京朝日新聞で社会部長を務めていた上司に、当たるしい部下は源時のことである。ではククを経済的、精神的に支えた、宮崎近代地教への感謝や、 溶接した、長男、新一への哀悼が語られている。挿絵は、画家の名取春仙が描いている。我を愛する、歌、煙、秋風の心よさに、忘れがたき人々、主刀を脱ぐ時の五部構成。五百五十一種が、入り集。歌人、国文学者の時愛家は、同年四月に、歌集、泣き笑いを観光し、ヘボン四季ローマ字産業表記の短歌を提唱した。 なお、時禅マロとタクボ木クは1911年1月に知り合い、雑誌、樹木と果実の発刊を計画するが、これは実現に至らなかった。禅マロは病床のタクボ木クを生活面においても支え、没後にはタクボ木ク作品の観光にも携わっている。タクボ木クは一役の砂において、これに習い、産業分けによる三分的なスタイルの単価は、 若い世代を中心に多くの追従者を生んだ。拓木の北海道時代の回想や故郷を岩手への暴挙を歌った歌、貧困と挫折で鬱屈した心情などを歌った歌等が収められている。特に拓木の郷里の岩手県では観光前後から地元市に拓木の作品が掲載されたこともあり、その影響は大きかった。 その一人が、旧西盛岡中学校の後輩で当時、在学中だった宮沢賢治で、本作の観光と同時期に短歌創作を始めており、託木の影響と推察されている。花風は、徹底的な生活派であり、雄大な情景よりは、ごくありふれた人間的な感覚を謳ったものが多い。最も過激な例で言えば、どんよりと曇れる空を見て、 石に人を殺したくなり抜けるかなといった短歌さえ、諸集されているほどである。石川卓木愛と悲しみの歌、P42。ありがとうございます。